はい、皆さんこんにちは、ギフタと申します。本日は六本木クラスが始まりましたので、平手ゆりなさんについて私の切り口でいろいろと語っていければと思います。ウィキペディア的な情報をまとめたりはしないので、私にとって平手ゆりなさんはこういうふうに思っているので応援してますって話をですね、ちょっと順番にしていければと思います。まあ雑談動画的に見ていただければと思うんですけども、いや、いいですね。六本木ヒルズ、まだそのちょっとしか平手さん出てきてないんですけれども、この場面写真1枚撮ってもね、ドハマり役ですね、これは本当に。もう今までもいろんないい作品ありましたけども、もう期待高まる第1話だったな。まあ第1話ほんとちょこっとしか出てきてないんですけども、期待高まりますね。まあそんな中で、まあちょっといろいろな角度でちょっと私が思う平手さんをこうお話ししていければと思うんですけれども、まあ一番好きな作品からお話ししてまいりましょう。まあこれは同じご意見の方多いと思うんですけれども、やっぱり平手さんの今の時点での代表作ってね、やっぱり響きなのかなっていうふうに思います。まあ、作品自体が賛否あったりとか、まあ、当時の平手さんってまだ欅坂にいらっしゃって、まあそれこそこれなんだっけ、態度が悪いとかさ、なんかそう、笑わねえとか、なんかいろんなことをこう言われていた時代ではあったんですけれども、まあそれは置いといて、その話もちょっと言及しますけれども、まあそれは置いといて、やっぱりこのドラマの主人公って、なんだろうな、まあ、俯瞰して、改めてこう冷静にこの動画を撮るときにどう表現したらいいのかと思ったときに、日本人っぽくないんですよね。だからそれが思いました。いい意味で。どういうことかっていうと、ノーの日本人ってほら、ノーと言えない日本人であるとか、ほら、本音と建前とかいろいろあるじゃないですか。それがないんですよね。自分の気持ちに正直で、時には人に迷惑かけるけれども、なんつうの、でもカリスマ性があるから、迷惑をかけること自体も、なんつうの、カリスマ性がその凌駕して、人に迷惑かけるのは良くないというふうには、もちろん教育で我々子供の頃からされてきてはいるんですけれども、ここまでのことは自分に同じ能力があっても突き抜けられないなっていう、なんていうんだろう、同じように多分振る舞ったら多分相当迷惑被ると思うんですよ、現実世界として。まあ、要は女子高生で小説家な、天才小説家なんですけども、同じような振る舞いをしたら多分問題にはなるけれども、っていうことが分かっている前提で見ると、ここまでできねえな、この人すげえなっていう風に、この、まあ、悪意響きっていう主人公なんですけど思うので、そういった刺激を受ける作品でもあって、今見ても刺激は受けるけども、当時、まあ、見た時だと、まあ、当時の平手さんの活動とかを被る部分がある、一匹狼感っていうのを含めて、欅坂の中で良くも悪くも一匹狼、もう完全無欠の不動のセンターっていう感じと被っていたので、それもあってすごく良かったなというふうに思いますし、まああとは、最後の方に出てくるセリフで、私はまだ死なないわよ、死なないわよ、まだ傑作を書いたつもりはないって、もういろんな文学賞とか受賞したのに、その本のことを傑作とは自分では思っていなくて、私は死なないわよ、まだ傑作を書いたつもりはないって、これがすごく刺激を受けたんですよね。私なんかもやっぱ仕事をしていたりとか、それこそ YouTube とか、今日はいいものできたかもしれないみたいな感じで、自分で自分をこう褒めたくなっちゃう時あるんですよね。仕事も何かプロジェクトが貫通したりとか。でも、そこで満足しちゃうと、やっぱりそこから下がるだけだから、常に自分にストイックで、まだ自分は完璧なものを生み出せていないっていう、この気持ちのもとに、好きなことをやっていく、まあ、好きじゃないこと含めてチャレンジをしていくっていうのが、人として成長する部分だと思うので、なんかそれをこの感じさせてくれるドラマなので、平手さんのこの目のね、強さとか、言葉のセリフ回し一つ一つすごく好きだなっていうので、おすすめの作品ですね。じゃあその流れの中でちょっといろんな角度で見ていければと思うんですけど、まあ当然平手ゆりなさんという人を初めて知った時は、サイレントマジョリティでございましたね。まさか真ん中3人とももう辞めちゃうというか、それこそ、そもそも欅坂46が桜坂になるなんてこの時は思いもしませんでしたけども、まあ衝撃的でしたね。で、しかも当時って、そういうこと日曜日深夜にやっていたバラエティとか見てたんですけれども、当時欅って書けないって名前でしたよね。見てたんですけど、当時の平手さんってまだやっぱりこう中学2年生とかでしたっけ、キャピ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 していて、すごく笑っているのに、サイレントマジョリティになるとスイッチが入るっていう形で、なんかそのギャップにすごくやられましたよね。それこそなんか、まあ、いろいろありましたけど、今泉ゆいさんと2人でコマネチーってやったりとか、なんかね、いろいろとこう面白いところとかもあったので、なんかそれ含めてこう衝撃を受けました。というでもその流れの中で、欅坂の中で一番好きな曲は私は2人セゾンなんですけれども、まあでもなんかこう徐々にこうそういった笑顔が影を潜めていて、思春期的な側面をなんか凌駕する、なんか彼女の中の苦悩みたいなものがありそうだなっていうふうにこう思い始めて、賛否両論になってきた時点から、私はとにかくひたすら心配にでしょうがないっていうような視点で、欅坂そして平手さんの活動を見ていました。
で、まあ、それらをこう振り返るきっかけとなったのが、ドキュメンタリー映画の、僕たちの嘘と真実、ドキュメンタリー・オブ・欅坂46という、まあ、ドキュメンタリーなんですけども、まあ、これは要は、平手友梨奈とはどういう人物だったかっていう正直な映画になっているんですよね。で、とにかくこのドラマ、でも平手さん自身は、裏での本音、インタビューはないんですよ。その、苦しんでる平手さんのバックステージの映像はいっぱい映るんですけれども、それをこうキャプテンの菅井さんとかいろんな人物が、まあ、小池美波さんの、ね、言葉とかすごい印象的でしたけれども、でこう平手さんとはをこう語っていくっていう、非常にこう、まあ、なんか今までのドキュメンタリーにない、 AKB とか坂道のドキュメンタリーにはない構成になっていましたよね。まあ、多分彼女は語りたくないってことを含めてだと思うんですけれどもね。で、作品を初めて見た時に思ったこと、私は常に平手さんに関しては心配っていう印象だったので、欅坂の後半の活動に関しては、作品に関しては評価できるかっつったらあんまりできないっていうのが正直なところです。見入っちゃいましたよ、作品としては見入ったんですけども、終わった後に思ったことはそうじゃねえんだよなっていうのが正直なことでした。これどういうことかというと、メンバーで出演じゃないの、メンバーで出演じゃなくて平手さんで出演わけじゃなくて、結局その欅坂がごたごたになって桜坂になったのも、平手さんがこう心身ともに不安定になってしまったのも、結局周りのフォローがしきれてないからじゃないですか。周りがフォローをしきれていなくてそうなってしまったのに、ドキュメンタリーではその大人、周りのプロデュース陣であるとか運営陣であるとかっていうとこの言葉が何にもないんですよ。だからこれはまあ監督高橋英樹さんですよね、これ。だから AKB とかのドキュメンタリー撮ってきた方なので、監督はもしかしたらそういうところを描きたかったのかもしれないんだけれども、そういった大人の責任の部分っていうのがこの欅坂46のドキュメンタリーにはぐっそり抜け落ちているので、苦悩を見せつけられた後に、じゃあなんで大人はこれをフォローしないのとか、なんでここまでなるのにほっといちゃったのみたいな、なんかそっちにこう怒りじゃない、呆れみたいなのをこう抱く作品だったので、作品としてはあんまりこう満足はしなかったけれども、作品を見た上で、じゃあ平手さんについてどう思いましたかっつったら、やっぱり彼女はすごく純粋で真面目で、だからこそそういったフォローとかがないと抱え込んじゃうし、こういう人って社会人とかでも男性とかでもね、普通にサラリーマンとかでもいるよな、こういうタイプって思ったんで、余計平手さんに関してはこう応援したくなったし、むしろ欅坂からちょっと解放されて少しこう最近落ち着いてきた感もあるんで、よかったよねっていうふうにこう思ったってところはありますかね。はい。で、最近の変化なんですけれども、まず平手さんのソロ曲、ソロ MV っていうのが3つ YouTube に解禁されていて、まあ、1つが欅坂46時代、その響きのテーマ曲ですけれども、まあ、角を曲がるですね、これは欅時代まで置いといて、卒業後にですね、ダンスの理由とかけがえのない世界という2つの MV、まあ、ダンス MV で音楽番組とかも披露してますけれども、ダンスの理由は欅坂を抜けたけれども欅坂としてのかっこいい平手友梨奈、硬派でストイックな平手友梨奈っていうところを、真面目な部分っていうのを前面に押し出した MV となっていて、まあ、一種そのサイレントマジョリティとか不協和音とかその延長線の物語として、なんか物語というか活動として、やっぱ平手さん花あるな、ダンス見ると魅力的だなと思ったけれども、その延長線でした。で、これはでもすごいバズったんですけども、こっちの方がバズってないんですけども、私はこのかけがえのない世界の方を見た時に、これよこれよと思ったんですよ。この中ではダンスはストイックだけれども、すごい独特な世界観の中で平手さん笑ったりとか、このもの表情明るいじゃないですか、笑ったりとかいろんな表情を見せてくれるので、やっぱストイックでこう笑わない平手友梨奈っていうのをここ結構数年見てきたので、なんか笑って楽しそうに踊っている平手さん、もちろんストイックに世界観作ってるんで心の中ではもう鬼になってると思うんですけれども、もうなんかそういった側面を見れたので、このかけがえのない世界は私はすごく好きで、この辺からなんか変化を感じ始めましたね。で、そんな中、響きなんかはそれこそもう大抜擢で、いきなり主人公をね、演技経験ないのに主人公をやらされたりとかってことでしたけれども、まあ、最近映画のファブルとかね、そういったものを含めて、主人公じゃない時点、六本木クラスも一応まあ主要キャストだけど、ほら、主人公は竹内涼真さんじゃないですか。その座長じゃない平手友梨奈さんっていうところの、で、彼女は意外と映えるなって思いました。すごいやっぱカリスマ的な印象があるし、私も平手さんに目がいっちゃうんですけども、でもドラゴン桜だと、すごくこう、それはあったけれども、でも他の生徒にもすごいスポットライト当たってたし、やっぱり阿部寛だなっていう感じのドラマがあったじゃないですか。だからその中で、中心にいないけれども、圧倒的な存在感を見せるっていう平手さんって、実はすげえいい立ち位置なんだなと思って。だからもちろん今後また、この夏、ここ数年で新たないろんな経験をして、また少しずつ変わってきた平手さんの主人公と、
映画とかでも見たいですよ、見たいってあるけれども、でもなんかその端でこそ映える、ちょっとずれたところ、中心じゃないからこそ余計鮮烈な輝きを放つみたいな、そういった平手さんたちすごい好きなので、なんか結構だからその流れで六本木クラス来たのすごい良かったなと思いましたね。で CM なんかも見てても、そうそうそう、こういうのが見たいのって、私の個人的なあれなのかもしれないけれども、ただハーゲンダッツのこの感じとか、これシャネルですよね、まあ、これエルの持ってきちゃったんですけど、シャネルの CM とか、これよ、この表情よっていう、この柔和なというか、こう柔らかい平手さん、柔らかいけど心の奥底でこれも作り込んでんだろうなと、もう分かってるんだよね、ファンとしては。だからなんかそれを見れるのが最近すごい嬉しくなってきたので、六本木クラスのこの感じがね、そうよそうよ、これよこれよってこう思う部分があって、だからすごく楽しみです。まあ第1話だとちょこっとしか出てこなかったんですけれども、第2話以降は多分もう出ずっぱりになると思いますんで、もうとにかくもう楽しみですし、まあこのタイミングで語りたくなっちゃったので、ちょっとしばらくし久方ぶりに俳優切り口の動画を出させていただいたという感じでございますね。なのでまあちょっと映画一番好きなのは響きですっていう、あとはまあでもねこうでもねといろんなところにこう右往左往した話ではあったんですけれども、まあ魅力的な方なんですよ、魅力的な方なんで、まあ平田さん好きな方は多分うんうんってうなずいていただける部分多いかなと思うんですけれども、平田さんあんまりまだ知らないんだよねって方で多分視聴いただいている方もいらっしゃると思いますので、もしよろしければまず響き、そして六本木クラスからチェックしてみてはいかがでしょうかという感じでございます。はい、以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。